i え、16対9の四角の中に生きる妖精です。はい。えー、これは中西のカップ麺休日ですね。はい。今日休日でして、えっ、ー、と、名古屋に行ってまいりまして、いろいろ回ってきたんです。カップ麺の後にその話をいたします。はい。じゃあ参ります。あの、カップ麺から参りますね。あの、短めです、カップ麺はね。2月6日、8日に食べたカップ麺ということで、参ります。参ります。参ります。まるちゃんマジり第8回最強の次世代ラーメン決定戦準優勝 中華そば3時煮干し香る生姜醤油醤油煮干しを効かせたあっさり生姜醤油ラーメン生姜醤油ラーメンどっちだろう、うん、栃木の名店らしいですね。はい。えー、美味しかったですよ。最初にね、煮干しがすごく香ってまいりまして、ちょっとね、臭みみたいなのが来るかなと思いまして、まあ、 食べてみたらばですね、生姜がいい具合に効いておりまして、臭みはね、感じなく、はい、臭みなくいい具合に食べられました。うん、あっさり、まああっさりですが、醤油は結構強めで、あああとは油、動物、ズ、えー、え鶏むだの油の甘みも、まあ多少ありまして、はい。えっ、ー、と、麺はね、これぞマジ盛り、僕のイメージですけどね、うん。 太くてしっかりしてね、硬めの。食べ応えすごくありました。この麺割と好きですよ。食べ応えあっていいですね。うん。美味しかったですよ。うん。次、エ、えースコックスーパーカップ。 SB 食品監修超やみ付きペッパー仕上げ野菜炭麺。まあ、いわゆる野菜炭麺。あの、野菜のね、エキスの効いたあっさりとした。うん。ただ、すごくとろみがありまして、最後まで熱々で食べられました。まあでも、もうちょっととろみ抑えてもいいんじゃないかなと思うぐらい結構とろみがありましたね。あで、このやみ付きペッパーですかホワイトペッパー主体なんですかね。あの、割と鮮烈な辛味が、はい。ホワイトペッパーありますよね。こう、刺すような。 ね、このペッパー最初のうちはあんまり聞いてないんじゃないかなって思ってたんですが食べ進んでいくうちに結構ね感じるようになりまして結構辛みがはいでまあやみやみつきうんうん超超ってほどじゃないですがまあまあやみつきになるような、うん、感じはまあ分かりますはいうん美味しかったですようんあタンメンあっさりして良かったですよスープね美味しかったうん まあ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 、はいはいはい。えー、カップ麺これぐらいにいたしまして、弁当ですね。<laughs> 忙しいな。2、3個詰めていきました。はい。味の素さんの、ごろんと肉厚ハンバーグ。えー、割としっかりしたね、あのね、手作りハンバーグ的な。食べ応えありますね、これね。で、日本ハムさんの、照り焼きチキンで巻いた三種野菜っていうね、甘辛いタレでね、美味しかったですよ。うん。で、もう一個、弁当は前に出てきた、のりっこチキンと、えー、今度も、えっ、ー、と、肉厚ハンバーグ。美味しかったです。で、えっ、ー、と、もう一つは、とんかつおにぎり。 っていうのをねあの作っていきました、はい、シソのふりかけとエゴマと海苔のふりかけをこうね ね、ポン酢つけたとんかつをちょ,ちょんちょんってのせてねなかなかいいもんでしたよはいはいでまいりましょうラーメン祭り in 名古屋2017はいあこう12種類ねパンフレットというか12件あったんです全国各自から北は北海道から南はどこか分かりませんが熊本だったかなうん熊本まではいで僕は東京の麺屋層昆虫香味エビ塩ラーメンっていうのをね食べました うんすごいあっさりしててね。うん。でも、しっかりエビのね、出汁が効いておりまして、でも、あの、エビの嫌味はなくて、うん、いい感じのスープでしたね。美味しかったですよ、エビがすごく香って。で、麺はね、いわゆる中華麺っていう感じで、別段変わった麺ではございませんでしたが、はい。まあ、いい感じでしたよ。おいし、おしかった、本当に。はい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 。美味しかったです。はい。あのー、エビが香って、金色の香味で、 塩ラーメンでした。うん。名前そのまま言いました。はい。そのラーメンを食べた後にですね、ゴッホゴーギャン店、愛知県美術館。あの、思ってたより空いておりまして、あの、割とね、見られましたよ、ゆっくりね。うん、よかったですよ、本当にね。あの、何よりね、グッズ販売、販売グッズがすごく充実しておりまして、これはよかったですね。うん。まあ、絵はもちろんのこと、すごく素晴らしかったですよ。うん。ゴッホもゴーギャンも。 どっちかっていうと、ゴッホの方が好きですけどね。あ、僕、そうだ、部屋買ったんだ。まあまあ、あの、また別でやりますね。じっくりね。中西の鑑賞としてやりましょうかね。うん。ゆっくり話したいと思います。買ったものとかね。ガチャガチャとかありましたからね。ゴッホとゴーギャンの。これはほんとね、テンション上がりました。あで、その後、だから、松坂屋に移動しましてね。結構歩くんですね。あの、同じ境とはいえね。ラーメン祭りの会場から愛知県美術館。 で愛知県美術館から松阪屋。松阪屋とね、あの、その、松阪屋美術館でゆとりろう開顧店っていうのをやってたんですね。その、すぐ近くにね、あの、ラーメン祭りの会場があったんですけど、僕、だから順番をね、まあ、とにかく順番を間違えまして、はいえ。結構歩く羽目になりました。こう、あっちゃこっちゃ歩いたんですね。違うな。えー、うん、あっ、あっちゃこっちゃ、あっちゃこっちゃ、 すいません、もうあちゃこちゃになったんですはいで松坂屋行きまして、えー、ゆとり色回護店。こっちの方がねあの本当の目的といいますかゆとり色が見たくてねでたまたまゴッホゴーギャンがやってるってことでまあじゃあどうせなら一緒に見ようっていうことでねしたらラーメン祭りっていうのがグンとねコンビニのポスター見てギュンギュンとね入ってまいりましたギュンと入ってまいりましてコンビニのポスターを見てギュンと入ってまいりましてっておかしいですねすいません <laughs> 知ったのが後だったんで、こうギュンとね、ギュンと、まあまあ、ギュンと入っていたんですよ。僕の、なんか、心の中に。心の中に。すいません。<laughs> すいません。ゆとりろか古こ良よかったですね。ゆっくり見られました。絵を一枚一枚ね、独り占めして、じっくり見られるぐらい。一枚一枚をね。うん。ゆったりいけました。それぐらいね。 あの人がいなかったんですゆとりろはもう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 ちょっとしたら終わる20日ぐらいだったかななのでね皆さんゆっくり見られますんで急いで見に行ったらいいと思いますよゆとりろいいですようんで最後、えー、ヤバトンゆとりろを見てその美術館の上ですねあの本来ならねあの名物わらじとんかつっていうのをね秘伝の味噌ダレがビヤーってかかったねわらじとんかつこんなでっかいやつ を食べたたたかかっっっんんでですすががちょとね自信な食べきるですので、えー、盛り合わせにしました色々いろいろ食べたかったっていうのもありましてはいロースカツとヒレカツとエビフリアーが入ってるやつですね美味しかったですよそれにはねタレはかかってるにあって秘伝の味噌ダレと特製ソースを2種類こう添えてあるんですね小皿にね 味噌だれね、あの見た目ほど濃くないんですよ結構あっさり揚げ加減もねカラッとね軽い感じで食べやすくてなんであれいけたかなって思ってちょっと後悔しております今度行った時はわらじとんかつを食べたいと思いますはい、食べやすい美味しかったとんかつもさることながらこのエビフリアーがすごく美味しかったですね衣というかなんかあのその、そパン粉つける前の段階のあのね、あのねあれあるじゃないですか小麦のと卵の あれエビフライはまた別でなんか特別な味付けがしてあるような感じはしましたはい本当ゴッホとゴーギャンテンとこのラーメン祭りゆとりロろを行きましたんではいあ本当はねこれねこのマルエスっていうところね食べ終わった後見て回ったらね会場をねこのマルエスさんっていうね北海道のね味噌ラーメン 取材拒否の店って書いてありましたけど、ここが一番並んでましたね。うん。僕もね、ここい食べようかなと思ったんですけど、ヤバトンをね、食べたかったんで、あっさりのね、麺屋さんにしたんですが、よくよく考えてみるとですね、ヤバトンいつでも食べられるんですね。もうもう会場出てきた後に、あっと思いまして、はい。<laughs> ちょっと計画ミス。練りが甘かった。まあ、ちとことで、はい。まちゃまちゃちゃ、まち、あ、ゃ。 あ <laughs> というのを忘れておりました。<laughs> ラーメン祭り。前売りチケット買うとね、これ、ラーメン消しゴムっていうね、特典が、特典グッズがもらえます。もらえました。もう今はね、前売りチケットではないので、これはもらえませんがね。まあまあまあ、はい。もらいましたっていう話でした。はい。すいません。<laughs> こう、要素が多すぎて、すいません。はい。まあじゃあ。<laughs>